デビューした時は、垂れ目と刃がチャーミングだった。石野真子さん。純粋で優しく、謙虚な人柄で、ファンのみならず、芸能界内部でも人気の高い、歌手であり女優さんです。そんな彼女の優しい笑顔からは、不幸なんて微塵も感じませんが、実は、その笑顔の裏には、とんでもない過去が隠されていたのです。ゆっくり紐解いてみたいと思います。さて、石野真子さんといえば、妹は石野陽子さんで、石田姉妹と並んで、芸能界でも美魔女姉妹で有名です。二人とも笑顔が可愛いですよね。笑顔といえば、石野真子さん。デビューの時のキャッチが、100万ドルの微笑み、だったそうですが、一体、どんな生い立ちで、なぜ芸能界に入ったのでしょうか。石野真子さん。1961年生まれの59歳。出身地は兵庫県芦屋市で、父母と三人姉妹の5人家族。ちなみに、もう一人の妹さんも、宝の純という芸名で、芸能界で活動されていたようです。石野真子さんの父親は、ビーズ製のハンドバッグメーカーの経営者で、そして母親はファッションデザイナーで、日本デザイン文化協会理事を務め、国際手芸コンクールグランプリや、数々の賞に輝いたことのある、石野ひろ子さん。学歴もミッション系私立百合学院中学校、百合学院高等学校に通っていたことから、正真正銘、石野真子さんは、芦屋のお嬢様なんですね。歌手になろうと思ったきっかけは、伝説のオーディション番組、スター誕生でデビューした、桜田淳子さんに憧れたからだそう。習い事の一環ということで通い始めた、平尾正明歌謡学院大阪校は、入学には審査もあったようですね。ここでの同期には川崎麻世さんがいて、なんと、二人はデビュー前に、文通をしていたのだとか。そして、ここの講師から、オーディションを受けるのを強く勧められて、スター誕生に応募して、あれよあれよという間に決戦大会。そこでは、16社もの芸能事務所から、スカウトが殺到したといいます。後日談ですが、その決戦大会の時にはすでに、会場から名前で声援を受けていて、デビュー前からファンがつくほど、人気があった石野真子さん。決戦大会前には、後の所属事務所からは、もし決戦大会でダメでも、うちに来ませんか？責任を持って歌手に育てますから、と声をかけられていたのだとか。1978年、アイドル歌手としてデビュー。デビュー曲の狼なんか怖くないは、作詞、阿久悠さん、作曲、吉田拓郎さん。ジャケット撮影、篠山紀信さんという、当時考えられる最高の布陣でした。その期待に応えるかのように、同年、3枚目の失恋記念日で、第20回日本レコード大賞新人賞を受賞し、他の新人賞も総なめにします。1979年のジュリーがライバルで、第30回 NHK 紅白歌合戦に出場。1980年8枚目、春、ラララは、16万枚の自己最大のヒットになります。石野真子さん。その活躍は歌だけにとどまらず、1978年には映画9月の空に初出演。翌年には水曜劇場熱愛一家ラブに JK 役でドラマ出演して、お茶の間の人気者に。1980年には NHK レッツゴーヤングで初の司会業にも進出していて、1981年には自身の原点でもあるスタタンの司会も務めています。石野真子さん、歌手、女優、司会と多方面で、デビュー、わずか3年でこなしたわけですから、ほんわかした見た目とは裏腹に、とてもクレバーな人だったようです。芸能活動も順風満帆の、
石野真子さんでしたが、なんと1981年に突如芸能活動を引退します。なぜかというと、歌手長渕剛さんとの婚約と結婚でした。二人の馴れ初めは、実は石野さんが素人の時からメロメロだった長渕剛さんが自身のオールナイトニッポンにゲストで石野真子さんを呼んだことだそうです。それを調整したのが当時構成作家をしていた秋元康さんだったといいます。婚約会見で石野真子さんは、幼い頃から幸せな結婚をして家庭に入ることが夢だったとはにかみながら答えていました。しかも結婚式の仲人を務めたのは吉田拓郎、浅田美代子夫妻だったという、ある意味意味深な組み合わせでした。幸せの頂点にいたはずの石野真子さんですが、実はここから思いもよらない人生の荒波に翻弄されることになります。というのも、なんと1983年5月に離婚してしまいます。わずか1年ちょっとの結婚生活、実際のところすでに結婚式当日から微妙な雰囲気だったのだとか、真偽は不明なのですが、なんと結婚式当日、長渕剛さんからバカ野郎と怒鳴られていたとか、結婚後に石野さんが台所で鼻歌を歌いながら料理をしていたところ、母親が寝込んでいるのがそんなに嬉しいのかと突然頬をぶたれたりだとか、どうも長渕さんの母親との折り合いにも以前から問題があったようで、たまらず家を飛び出して別居、そして離婚となったようです。確かにそれだけではなかったでしょうが、離婚と同時に女優として芸能界復帰した石野真子さん、1990年舞台共演がきっかけで俳優広岡俊さんと2度目の結婚ですが、結婚後夫の仕事が激減し、95年6月石野さんがまたもや家で、翌年にはまたもや離婚となりました。幸か不幸か、2度の結婚ではお子さんはいなかったようです。以降は結婚せず独身を続けることに。一方、別れた二人の元夫はというと、長渕剛さんは女優の志保美悦子さんと再婚、お子さんも3人いらっしゃって、広岡俊さんは離婚直後芸能界引退、ご親戚が経営する英国の日本料理店のオーナー兼店長になったのだとか、他にも複数店舗経営されていたとか。しかしお店は2015年に閉店して、イギリス在住の日本人女性と再婚されたそうです。なぜ二人とも石野さんとはうまくいかなかったのでしょう。石野真子さん、芸能界復帰後も母親役などで女優として存在感を高めて順調に活動を広げてきましたが、それとは裏腹に恋愛事情はといえば、一筋縄ではいかないようになっていきます。故高倉健さんからも熱烈なラブコールも受けた石野さんですが、実際に彼女が選んだ相手は想像もつかない相手でした。そのお相手とは、元極真空手全日本チャンピオンで政治家としても活動されていた大西康人さん。しかも不倫による愛人関係だったことが2002年週刊誌にすっぱ抜かれたのです。馴れ初めはとあるパーティーでの出会い、大西さんからの猛烈なアタックで石野さんはあえなく陥落。やはり極真の下がることがない攻めを防ぐ術はなかったということでしょうか。しかもこの不倫関係は世間一般の常識からは到底かけ離れた異常な空間で営まれることになります。というのは、この石野さんと男性との不倫関係は、実は男性の本妻も公認で、男性とその本妻との息子との3人での同居生活だったのだとか。しかも
本妻は主人が魅力を感じて付き合っている方でしょうから別に構いませんと何食わぬ顔で語ったと言います。この本妻は娘と同居していたとはいえ常識ではありえない関係ですよね。しかしこの不思議な同棲生活も2003年1月に終わりを告げます。というのも不倫報道が流れた頃には男性は肝臓がんを発病しており、すでに余命幾学もなく、石野さんは大阪にある男性の本宅に移り、最後の1ヶ月は本妻と交代で病院に行くなど同居して看護をします。二人で男性を見送ったのだとか。しかも葬儀にも本妻と一緒に出席したことで話題にもなりました。せめてもの救いというのか、本妻は石野さんのことを全く恨んでおらず、むしろ感謝のよう述べていたほどだったこと、とても筆舌に尽くしがたいアンビリーバボーな関係も経験した石野真子さん。それだけではありませんでした。実はその人気が世界レベルだったというではありませんか。どういうことかというと、石野真子さん、あの社会主義国のキューバでは国賓級の扱いだったのだとか。そうなった理由とは、1986年 NHK 大河ドラマ「命」で三田佳子さんの妹役を好演したのですが、同国で放送されるや、なんと視聴率 80% を記録、現地で大ブレイクしたのだとか。しかし 80% だなんて、キューバの人の心をも動かした。演技には国境も人種もなかったということでしょう。100万ドルの微笑みの裏にこんな凄まじいほどの人生があったなんて、一体誰が想像できるでしょうか。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私は2度の結婚と不倫を経験された石野真子さん、2004年には43歳にしてまさかとは思いましたが、特捜戦隊デカレンジャーの白鳥スワン役で戦隊ものにまで出演、少年少女の間で知名度も急上昇するという離れ技を披露してファンの度肝を抜きましたっけ。年を重ねてもその笑顔はますます魅力的になっていきますね。これからもずっと応援していきます。それではまた次回お会いしましょう。